登山靴です。いや結構混んでますね。こっち眺め良さそうだな。この上行かないんだ、下なんだ。今日は曇りなんでね、ちょっと雰囲気は暗いんですけどね、はい、こんな感じです。はい、わー、暗い十字路って書いてありますね。うわ、上も行けるんだ。いやー、はい、こんな感じのところです。今そこの高いのが山、今日目指して山頂だそうです。頑張ります。だいぶ上がってきました。もうすぐね、あ、こっち高いな。稜線ですね。これ右手だと思うんですよね、今日の頃のね。これが鍋有山でしょうかね。今稜線ですね。 1.5 キロって出てますね、はい、こちら側と反対側、こんな感じ。こういっぱい出せますね、すごい、はい。荒山高原ですね。おお、ちょっと紅葉してますね。登るのは反対側の方ですね。こっちですね。いや、何度も同じとこ取っちゃいますね。そこの荒山高原、いやー、紅葉は綺麗です。この赤いのは何だろうね。すごいですね。ありゃー、それはかっこよ、綺麗だな。虫草と書いてありますね。稜線に上がってきました。右手かと思ったら違うんですね。奥のですね、このお、ベンチだ。いや、結構いますね、友達は。ここでしょうかね。いや、展望も開けてきました。下側はね、残念ながらね、ガスで展望は開けないんで、この南東側ですね、はあ、ほら、よかった。北アルプスかな。方向的にはそうだよね。すごいね。こんにちは。よき山。1343でこう。すごいよね。はい。林道だそうです。いただきます。352.3m、 かまど山ですね。まだ先があると思いませんでした。この先ですね、遠い。いや、結構遠いんですよ。この奥なんですよね。結構上までね、登るようですね。参りました。結構降りても、結構ね、奥がね、深いんでね、ビビりました。まだまだあります。いよいよその瞬間が訪れようとしております。はあ、見えますね。あそこですね、きっと。はい、
全国1億3000万の方と並んでます。こんにちは。着きました。鍋割山です。これ椅子？うん。あ、これ椅子？また雲上がってきちゃったね。ガスが出てきちゃいましたね。